チャレンジコースです。体力に自信のある方は行いましょう。最初は足の指の運動です。裸足になって準備しましょう。足の指の曲げ伸ばしをしましょう。グー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 パー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 グーグーパーパー。親指と残りの指を交互に上げます。あと2回。グーパーします。グーパー。親指交互に上げます。右足前に4歩進みます。戻ります。足を変えます。戻ります。グーパーします。右足2歩進みます。戻ります。足を変えます。グーパーします。親指交互に上げます。右足2歩進みます。左足です。グーパーします。お疲れ様でした。次はバランスの練習です。片足立ちやスクワットを行います。手を腰に当て、スクワットを4回します。スクワットした後、右足を上げます。次は左足を上げます。もう一度繰り返します。右足です。左足です。次は手を下から前に出してスクワットを4回します。手を前にスクワットした後、右足を上げます。次は左足を上げます。スクワットした後、手を横で右足を上げます。次は左足です。スクワットした後、手を上に上げ、右足を上げます。次は左足です。スクワットした後、足を右に広げてスクワットします。スクワットした後、手を横に右足を上げます。スクワットした後、足を左に開いてスクワット。スクワットした後、手を横に左足を上げます。テンポが速くなります。右に開きます。右足上げます。左に開きます。左足上げます。お疲れ様でした。最後は音楽に合わせて線の上を歩くように前後左右に歩いてみましょう。右へ8歩進みます。1、2、3、4。左へ8歩戻ります。前へ4歩進みます。
後ろへ戻ります。あと2回繰り返します。左へ戻ります。前へ進みます。後ろへ戻ります。左へ進みます。前へ進みます。後ろへ戻ります。お疲れ様でした。